皆さんこんにちは、こんばんは。ゲンチャンネル、元産経新聞社会部記者の三枝源太郎です。中国の、がですね、日本の EZ 内に海上部位をずっと設置してですね、なぜか日本政府はこれを放置したままにしているという、まあ相も変わらずの腰抜け外交ぶりでですね、まあ本当にね、大丈夫なのかなと思うんですけどね。まあこれ今週1週間でですね、ものすごくこういろんなことがありまして、でですね、ちょっとね、また新たなこう権力闘争というか、もうちょっとあれですね、昔の1966年の文化大革命のなんか現代版みたいな感じにちょっとなりつつあるというお話をしたいと思います。まあ海上部位に関しては、まあ、文句を言うだけで 僕としてはあまり本題ではないので、短く読んで次に聞きたいと思います。沖縄県尖閣諸島周辺の日本の EEZ 経済的排他水域内に中国が海上部位を勝手に設置した問題で、岸田文雄政権の対応が問われている。部位は7月に確認され、政府は中国側に抗議し即時撤去を求めたが、日本の手で撤去はしていない。フィリピンが EEZ 内で中国に設置された浮遊障壁を撤去したのとは対照的だ。たかが部位だと放置すれば領土的野心を隠さない習近平政権に既成事実を作られかねない。でですね、どうもこの中国の調査船、 これがですね、こう寧波っていうところの港からですね、こう来てまたこう帰ったから、こいつが設置したんじゃないかというふうに、夕刊フジは見ているわけです。でですね、まあまあ端的に言うとですね、このね、国連海洋法条約っていうのがあってですね、そこにはですね、撤去しなければならないとは確かに書いていないけれども、撤去するなとも書いてないと。要はまあ国のね、トップの、意思決定のあり方次第なわけですよ。でフィリピンの方は、沿岸警備隊が、25日中国海警局の船がフィリピン漁船の入域を妨害するために設置した長さ約300メートルの浮遊障壁を撤去したと発表したと。だけど日本はまあ怖くてできないわけですね。まあだから岸田総理がですね、国連総会で演説した時に一切中国に触れない、水産物禁輸についても触れないということと、まあ標則を合わせると言いますか、まあ同じ延長線上にあるんだなと。でですね、拓殖大学海外事情研究所の川上隆教授がですね、こういうコメントをされてます。いよいよ尖閣台湾有事に向けた一歩を踏み出してきたとの印象を受ける。習主席は最近沖縄や琉球に言及していることとも関連し、戦略的に打っているジャブだと思う。日本の対応について米国が助言しているのかを含めて出方を知りたいとの思惑もあるかもしれない、と分析する、とのことなんです。まあ、つまりね、まあ、そうなると玉城デニーさんがね、中国に行ってやたらこう、なんだ、琉球が、かつて、清と交易をしていたとか、まあ、いろいろ言ったり、まあ、お墓を、視察して歩いたりとかはですね、まあ、それを政治的にね、利用される可能性がありますので、まあ、可能性があるというか、実際に政治的にもうすでに利用されているのでね、で、台湾有事になったらですよ、その沖縄本島が無傷であるという保証は何にもないわけですよね。もう本当にね、まあ領土的野心を沖縄に対しても僕は持っていると思っているので、まあちょっとあんまりよろしくないんじゃないかなと。それから今現在、まあ中国は非常に経済悪いですよね。恒大集団ももう事実上破綻しているというふうに言われてますし、習近平主席は非常に今立場が悪いと。そこで、どうも抵抗勢力1000人、これは夕刊フジ、これも夕刊フジなんですが、加賀光栄さんという元文春とか新潮で、記者をされてたスター記者の方ですね、こういう記事を書かれています。台湾侵攻なら軍壊滅か、アジア大会開会式では中国台北と協調、軍幹部ら動静不明はスパイ狩りと。まあちょっと前半これも長いので割愛しましてですね、ちょっと僕が興味を惹かれたところだけを読ませていただきます。外事警察関係者は、習氏の国際会議欠席は習氏が暗殺やクーデターを警戒しているからだ。周囲すべてが敵に見え疑心暗鬼になっている。自身が抜擢した秦剛外相の解任に加え、魏鳳和
李尚福という現前国防衛省と、台湾侵攻の中心部隊ロケット軍の司令官を含む幹部30人以上が腐敗問題で失脚した。習氏は全軍と軍事関係企業まで腐敗調査を進めている。自殺者まで出ている。これは大粛清だと語った。一体何が原因なのか。ここは面白いんですよ、この次が。米国は昨年10月下旬、中国軍で核ミサイルなどを運用するロケット軍の機密報告書を公開した。公開しちゃったわけですよ。同年11月14日発行の本連載スクープ最前線でも報告した。250ページを超える報告書には、台湾と日本、米国を狙う中国の全ミサイル基地の住所と座標軸、緯度経度、部隊組織図、指揮官の名前、配備されたミサイルの種類、秘密基地まで明記されていた。これは中国の全基地をロックオンしている、台湾侵攻をすれば全滅させるという米国の警告だったと。どうもね、これが聞いてですね、中国軍、人民解放軍の中でちょっといろいろあったみたいなんですよ。まあ、加賀さんはこういうふうに書いてます。インドネシア・バリ島で同年11月14日、ジョー・バイデン米大統領と習氏による初の対面での米中首脳会談が行われた。習氏の表情はさえず顔面蒼白に見えた。その後何があったのか。以下、日米情報当局から入手した驚愕情報だ。習氏は激怒し、米国に機密情報を渡した裏切り者を探せと、最側近の一人、蔡奇政治局常務委員らに極秘捜査を命令した。まず前国防省の魏氏とロケット軍幹部が疑われた。魏氏は初代ロケット軍司令官だ。ロケット軍司令官の李玉長氏には、米国留学中の息子に情報漏洩疑惑が浮上した。前外相の秦氏は対米政策の司令塔だったが、米国が機密情報を入手したと思われる時期に中米米国大使であり、前室の李氏の息子とも関係があった。不倫問題は本当の失脚理由ではない。蔡氏は今年3月、日本の官房長官に相当する中央弁公庁主任に任命された。スパイ網によって中南海激震の超度級の情報を入手したという。ロケット軍幹部らと戦略支援部隊らの密談だ。習氏が命令する台湾侵攻を決行すれば、中国軍は壊滅状態になる。共産党政権は崩壊する。習氏を潰せというものだ。習政権への抵抗勢力で、中核は1000人規模。習氏は狂乱状態だ。メディアも動員してスパイ狩りを先導している。西側情報当局は習氏は暴走している。台湾侵攻を強行する危険があると警告を発している。岸田文雄が首相は13日の内閣改造で政界屈指の親中派である林芳正外相を退任させ、親台派の木原稔氏を防衛大臣に抜擢した。台湾有事は日本有事であり、台湾シフトは当然の人事だ。ただ岸田首相は19日、日本時間20日、米ニューヨークでの国連総会の一般討論演説で、東京電力福島第一原発の処理水放出や科学的根拠もなく日本産水産物を禁輸している中国に触れなかった。中国を過度に刺激すべきではない、官邸関係者との判断だったという。そんな弱腰でいいのか。日本の断固たる意思を示さなければダメだ。もうね、全部これがね、表側合ってきちゃうんですよね。林芳正さんを辞めさせたのも、まあ山岡哲秀さんも言ってましたけど、確かに岸田内閣の意思というよりはアメリカの意思でしょうね。っていうのはね、こういうことなんですよ。なんかね、アメリカでね、あのスパイ事件が発覚してるみたいですし、それからその中国のですね、その高官の相次ぐ失踪っていうのがですね、李尚福国防大臣と、その前の国防大臣とさっき話があった。そうするとですね、やっぱりこういうことが頻繁にあるのかといったら、まあ普通の国ではないですよね。でそのまま行方不明とかね。でロケット軍幹部が、調査を進められているとかということになると、やはりこのアメリカにですね、全部このミサイル基地の場所を知られてしまったということは、かなりやはりショックだったのではないかと。で僕がこれある知人から聞いた話なんですけれども、アメリカの方も実は中国でかなりスパイが見つかってしまってですね、粛清されたり不審死を遂げたりしてるというのは聞いたことがあったんですよ。だから中国はむしろ一時期ね、
アメリカよりその諜報活動に関しては優位に立ってたっていうのが5年ぐらい前まではそんな感じだったと思うんですよね。相当巻き返してですね、ひっくり返してる感じがするんですよね。それで汚職、この BBC にですね、この中国高官が相次ぎ消息不明、習政権に問題が起きているのかということで、まあそのジェームズ・チャー研究員は、中国では1970年代に経済の自由化が始まってから特に軍において長年汚職が問題になってきたと指摘すると、まあ言ってるんですけれども、これはね、まあまあ、この方も もともと中国、ジェームズ・チャーって言ってますから中国出身の方でしょうから、どの程度か、まあきつく言えるかと言ったら、まあちょっとこれを口実に今までね、習近平主席は対立陣営を粛清してきた過去がありますから、まあ汚職というのはまあ公弁であってですね、まあまた同じような粛清活動を始めているんでしょうね。今中国ですごく言われているのは、習近平主席の護衛の数がですね、もう日々増えていると。最初は数十人だったのが今200人ぐらいいるんですよね。だからそういうような状況になっているということで言えば、まあ、習氏に暗殺未遂があったとかですね、クーデター計画があったっていう話はもう本当によく言われている話で、ただ中国っていうのはね、文革の時もそうですし、林彪事件があった時もね、結局林彪が死んだっていうのが分かるまで相当時間かかりましたからね。そういう国なんでね、ちょっとまあどうなんでしょう、この李尚福国防大臣ですか、公の場で姿が確認されていないということぐらいしかまた分からないというのがですね、まあ李氏の消息不明は外相だった秦剛氏のケースと似ていると。同氏が7月に解任されると熱を帯びた憶測が生じた。米紙ウォールストリートジャーナルは今週、秦氏が不倫の末にアメリカで子供を持ったという疑惑で調べられていると報じた。中国アナリストのビル・ビショップ氏は、不倫はエリート共産党の世界では即失格とはならないが、その相手が外国の情報機関とのつながりが疑われている人物で、敵ではないにしろ地政学上重要なライバルである国のパスポートを持つことになる子供を作るのはもはや失格かもしれないと指摘する。つまりこの秦剛氏の外相の不倫相手が誰かにもよるわけですよね。完全にだから秦剛氏はこれは疑われてるんでしょうね。で、李氏と秦氏は、閣僚だっただけではなく国務委員というさらに高い地位にあって習氏に目をかけられていた。そのため彼らの突然の失脚は習氏の判断力の欠如とも捉えうる。消息不明となったのを政治的な粛清と考えるなら、習氏が昨年の党大会で権力を固め、潜在的な対立派閥を排除し、重要な委員会を盟友で固めた直後にそれを実行しなければならなかったという事実は彼を悪く見せるだろう。毛沢東より後の中国指導者で習氏ほど汚職の取り締まりを大規模に進めた人はいない。2013年に国家主席に就任すると下級幹部とトップの両方を標的にした虎とハエキャンペーンを開始、これを皮切りに長年にわたって数千人の幹部を摘発してきたとみられる。習氏は軍も標的にした。2017年までに幹部100人以上を解任。国営の新華社通信は当時、新しい中国を作るための戦争で殺された将兵の人数をはるかに上回ると伝えた。中国事情に詳しい人たちは軍と政府に恐怖が生まれるだろうと見る。これはコンプライアンス確保のために意図された可能性があるが、士気を低下させる恐れもある。まあこういうことなんですよね。でやっぱりね、 BBC もね同じように記事を最後書いてるんですよね。これか、中国はここ数週間、道海峡付近に軍艦や戦闘機を送り込んでいる。
米カーネギー国際平和財団のシンクタンクカーネギーチャイナのイアン・チョン非常勤研究員は、外交政策及び防衛外交に関するコミュニケーションが混乱することは、事故を引き起こす事態悪化の管理をより困難にする恐れがあるため、特に懸念されることだと述べた。一方で中国の軍指導部は頑強であり、一部の高官の入れ替えには十分に耐えられると主張する人もいる。また軍は戦争にならないレベルで行動するよう注意していると指摘する人もいる。まあ、この辺どうでしょうかね。まあいろんな勢力がいるというふうに考えるのが自然なんじゃないかなという気がしますね。習主席はおそらく武力で台湾を併合したいんでしょう。でもそれに対してですね、軍が一枚岩かと言ったら、まあ当然ね、何しろやっぱりそのアメリカのですね、そのミサイル基地の情報の開示というのはかなり効いたんでしょうね。やはりそれによって軍の内部で相当動揺が広がったというのは、まあ容易に想像もつきますし、それにつけてもですね、まあ、水産物を禁輸されてですね、アステラス製薬の 社員の方も、不当にですね拘束されて、それに対して何の手立ても打てない日本国政府、岸田政権、いやもうアメリカ任せにしていていいんでしょうか。やはり僕はスパイ防止法の、施行を一刻も早く進めて、経済安全保障をですね、もっともっと前に進めていかないと、同盟国米国にしてもそうですけれども、まあ日本はダメだなと、ザザ漏れだなと、親中派議員ばっかりだしみたいな風に見られてるんじゃないですかね。何か有事が起きた時にアメリカさんお願いしますと言って、日本はでも親中ですけどっていうわけにもいかないでしょうっていう、まあ端的に言えばそういう話ですよね。まあ今日は、このぐらいにしたいと思います。なんか池のメダカみたいになっちゃいましたけど、皆さん面白いなと思ったらぜひ、高評価ボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。